はいどうもケニーです、よろしくお願いします。ということで今回もバウンティの週やっていきましょう。ということで、はい、今回はですね、初考察になってきております、来ております、日本語おかしいですね。はい、ということで、まあ始めていきたいんですけども、まあ気になるのは今回の超フェス出たことにより、まあビッグマムですね、はい、環境がまあなんか落ち着いたというよりかは、なんかまあいろんなキャラが使えるようになったんじゃないかなというふうには、個人的には思っております。はい、ということでですね、まあ次は2周年なわけですよ。はい、ということで2周年どんなキャラが出てくるのかなということも踏まえて、その考察をしていきたいと思います。はい、ということでですね、はい、でまずはまあ、今月のおさらいをまあしていきたいんですけども、まあ、今月ね、今コーラ、はい、コーライベントとか来てるんですけども、まあ、コーラのキャラとして、ミフォークが出てくるんじゃないかなと、はい、いうところになっております。まあ、こちらですね、こいつですね、はい、ジュラキュールミフォーク、はい、まあ、こちらが出てくるんじゃないかなというふうになっております。はい、まあ、これはリーク情報もねプラスアルファとして考えた、はい、まあ、あとステータス的にね、まあそれぐらいのレベルなんじゃないかなという風になっております。はい、でまあもう一点がですね、まあ皆さんゲットできる、まあ配布キャラ、はい、まあ皆さんに配りますよっていう配布キャラとして、こちら黄色のジンベイですね。はい、黄色のジンベイを着たジンベイです。はい、あ、親父ギャグではございません。はい、ということで、まあこのキャラが出てくるんじゃねえかなと、はい、まあ、これもリーク情報としてですね、はい、でまあこっから、はい、まあ、これはねもう皆さん知ってると思うし、もう話題になってることだと思うし、はい、であとね、まあ、9月になったら工場キャラが2体バギーとあとシーザーが待っております。そして9月月末に来るフェスがまあクザンなんじゃないかなと、はい、いう風になっております。まあ、これもリーク情報から考えた、順番的に考えると、まあクザンがフェスになってくるんじゃないかなという風になっております。はい、まあそれはさておきよ、はい、2周年の超フェスなわけですよ。はい、で今回まあ、前回ですね、1月、今年1月末に出てきた超フェス黒ひげ、そして1周年イベントとして超フェスで出てきたシャンクス、はい、そして 1.5 周年で出てきたビッグマン、はい、ということで、こちらが出てきたって言ったらもうこいつでしょ。はい、ということで、はい、こちらカイドウですね。はい、かっこいい、これは、はい、めちゃめちゃかっこいいですね。はい、このカイドウ出てくるでしょう、もう間違いないでしょう。はい、ほぼほぼ間違いないと思います。もう濃厚です。はい、もうっていうぐらい、まあこれで4個超フェス最強の4校が出揃うんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、まあ 1.5 周年はそこまでね、ビッグマム、まあ、環境を壊しまくるっていうほどでも、まあ、なかったんですよね。まあ強いっちゃ強いんですか、めちゃめちゃ強いんですけども、はい、ただ2周年1周年ってなってくるものは間違いなく壊してくると思います。はい、で、まあ、2周年、まあ、カイドウが1人、まあ、もう1体、考えれる、人物もいるんですが、まあ、とりあえずまずカイドウの話していくと、まあ、今回は能力者として、はい、まあ、出てきて、まあ、超フェス、まあ、アタッカーなのかディフェンダーなのか、まあ、ゲッターではないでしょうね。はい、まあ、アタッカーもしくはディフェンダー、はい、で出てくるでしょうという感じです。なんかもうカイドウのイメージもアタッカーが染みついちゃってて、もうアタッカーな気しかしないんですが、まあディフェンダーの、はい、もう一切もう黒ひげですよね。黒ひげ出てきた当初と同じようにもうアタッカーもできるし、もう守りきれるしみたいな、はい、まあ、ぶっ壊れとして出てくるんじゃないかなというふうに思います。まあこれがなんでかっていうと、環境が今整っちゃったんで、はい、でまあぶっ壊れっていうものがまあなくなり、まあ黒ひげ一強時代に比べたらまあ落ち着きましたよね、どう考えても。はい、まあ、なんで一回また多分ぶっ壊れが出てくると思います。それが多分2周年のきっかけになるとは思うんですよ、間違いなく。はい、でまあね、運営からしてもね、売り上げを今年の1月の超フェス、はい、より来年はまた売り上げをめちゃめちゃ伸ばしたいはずなので、それはより一層強く出てくるとは思います。
はい。ということでね、まあ、カイドウはもう濃厚でしょう。はい。で、まあね、今年1周年の時に、まあ、あの1周年キャラとして黒ひげだと思ってたら、なんかシャンクスが1周年だったっていうので出てきたんですよ、シャンクスで。まあそれまでなんか告知があったのかな、確かなかったと思うんですよ。はい。でだから今年、あ、来年か、来年の2周年イベントももう一体多分超フェスは来ると思います。なんで、2周年、まあ2だしね、数字の2だしね、はい、まあ、超フェスは2体出てくるんじゃないかなというふうには思います。で、まあ、カイドウが出てき、四皇が出揃った。はい。でもここで、まあ、その四皇として考えてくるのであれば、いや、またこのキャラはもうぶっちゃけ嫌なんですよ、正直俺としても嫌なんですけど、はい、グラグラの実を持った黒ひげもありですよね、出てくるとしたら。うん、もうこれは実際、あの原作でももうグラグラの実を使った、黒ひげが攻撃してるシーンもあるし、はい、これは実際出てきてもおかしくないんじゃないかな。ただね、また黒ひげかってなるんすよ。はい。でも運営多分そんなこと考えな考えなさそうな気もするんすよね。はい。で、まあね、この今の期間帯にいろんなキャラクターも楽しめたと。じゃあまた出してやろうかなっていう感じで出てくる可能性もあるんですよ。はい。はい。まあ、なので、このグラグラの実を持った黒ひげ、グラグラバージョンかもしれないです。闇闇抜きで。グラグラバージョンの黒ひげっていうのも考えられます。もしかしたらグラグラ、闇闇どっちも持って出てくる可能性もあるし、はい。そうなってくると、もうちょっと嫌ですね。個人的にもちょっと嫌。はい。で、まあ、もう四皇として考えれるのが、やっぱり白ひげ。はい。白ひげがまあいいんじゃないかなと。はい。あの、ふさふさの時代の白ひげもありじゃないですか。ふさふさの白ひげが出てくるのもありだし、まあちょっとね、お腹に穴が開いてしまった、腹にちょっと穴が開いてしまった、怒り狂ったっていうよりか、もう限界をあそこで突破したような、なんていうんですかね。まあ、原作で言うと、なんかあの時の方がなんかすげえ力を発揮したように俺は見えたんですよ、原作では。はい。なんでそれもありだし、はい。でもそこら辺だと思うんですよ。で、もしかしたら、ワンチャンルフィ。ルフィが、なんか、まあ、原作が今このワノ国の、あれで進んでいって、まあ、どうなるのかっていう部分、まあ、この半年で、話が終わればの話なんですけども、はい、まあ、終わるのであればあり、うん、ルフィが出てくる可能性もあり、はい、まあ、簡単に言えばそのカイドウ、ビッグマムと戦ってる時に、まあ、勝つか負けるかは、まあ、まあ主人公なんで勝つとは思うんですが、はい、それを成し得た時にギア5とかね、いや、わかんないですよ、はい、わかんないですけども、そういった風なものが出てきてもおかしくない、はい、っていうのを、まあ、ちょっと期待しつつっていう感じですね。で、今の段階ではこれが、まあ、有力かなっていう感じです。はい。まあ、でもここは間違いないと思う、このカイドウは。うん、これはカイドウはもう間違いなく出てきてもいいと思う。うん、てか、まあ、出てくるでしょう。はい、っていう感じで思ってます。まあ、ビッグマムが超フェスでカイドウがフェスで出てくるってちょっと考えにくいっちゃ考えにくいので、はい、まあ、なので、まあ、こんな感じで出てくるんじゃないかなっていうふうには個人的には思います。はい、皆さんどう考えてますかね。はい、ということで、まあ、今回はね、こういった2周年、まあ、どんな超フェスが出てくるのかなっていう考察でした。はい、まあ、ということで、皆さんもね、はい、ぜひ、いろいろな意見聞かせてください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。